どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、耳をすませばのこちら、はい、可愛らしいシーンランキングです。うん、はい、見ていきましょう、ね、はい。じゃ、僕の3位は、優子が杉村の声が聞こえて、顔を真っ赤にするシーンですね。最初のところ ね、荷物取ってくるやつ。ちょっとそれにしても顔だけ真っ赤になっちゃうんですよね、優子は。いや、でもいたよね、顔真っ赤になっちゃう。まあね、恥ずかしくてね、いったもん、顔真っ赤になってるってやつ。そうね、まあ赤面症っていうのもあるんだもんね、でも実際。それにしてもなんだよな、これは。石川悦子ちゃんっていう小学校の時に、顔真っ赤になっちゃう子にティッシュ絶対くれるんだけど。ティッシュくれる子いたね、ほんと。ティッシュくれるえっちゃん、女の子、えっちゃんティッシュくれる。鼻水が出たらえっちゃんに言えば絶対ティッシュくれる。絶対ティッシュ持ってる子いるんだよな、ほんとに。まあでも優子もこんな顔真っ赤になったらね、バレちゃいますよね、ほんと。さすがに、まあ、鈍感だったからよかったですけど、まあね、杉村が。いやいや、普通気づかないって顔赤くなってるぐらいで。いや、顔赤くなったら気づくでしょう。私はね、可愛らしいね、やっぱあの、ルナが電車で外見てるシーンね。可愛いですよね、ここはね。注意の対象だろ、これ。まあまだ穏やかな時代ですから。まだね。おいっつって。猫入ってますっていうの。今猫とか入ってきたらどうなるの。いや、ないよ、そのパターン。駅に猫が行けないじゃん、まず。行けんじゃん。この間電車に鳩入ってきたけどね。電車に鳩？うん。もう騒然となってましたよ。あ、そう。そうだよね。でもなんか優先席座ってたの。なんで鳩が優先席座る。地面、まあ空いてたからあれだったけど、まあすぐ、でも、偉いもんね、すぐ出てたら一駅で。あ、そう。うん。で、別に飛び回ったりしたら、本当歩いて、地面歩いてて、地面とかいうか。危険接知能力が高いはずだ。まあ、もう慣れたの、電車にね。乗ったら簡単に移動できると分かったのかな。ね、行きたいとこあったのかな、猫電車乗ってるの見たことねえな。ありそうだけど、昔だったら。昔はね、まあ、今は確かに階段とか登ってかなきゃいけないからね、はい。じゃあ僕の2位は、雫が飛行船を見たら今日はもう最高になっちゃったシーンですね。変なやつなんだよな、僕もそうなんですけど。変なやつですよね。まあ、でも確かに、でも確かにそうだね。いや、それ飛行船見たらテンション上がりましたよ、なんか飛行船と、飛行船だってなったよ、飛行船ってもう飛んでないよね。飛んでない。昔あんなに見たのに。告知媒体でしょ、あれだから。まあね、俺らが見てたようなやつは。ただ確かに低いところ飛んでたら、ふわっとは。飛行船、確かに、うわ、飛行船だ。バルーンって言うんだっけ、なんて言ったんだっけ。いや、飛行船じゃない、バルーンはバルーンだったけど。バルーンもあったよ。15年前ぐらい見ましたけどね。そう、東京で、はい。ほんと子供、だって新宿で。なんかさ、今って都心だからかな、飛行機もそんな見ないじゃん。いや、見るよ。え、飛行機見る。なんなら、ルートがさ、こっちルートになったから。なんか中野とかで、なんか、あ、そう、俺あんま見ないんじゃない、飛行機。だから、逆に言うと、香港みたいな飛行機飛んでるよ、今。香港みたいな飛行機って何？近いところ。ああ。ルートがさ、羽田まで行くのがさ、まあ、そうか、あるか、確かに。今までこう、千葉回ってきてたの、こうやって。うん。だけど、だいたいね、午後の、だから午後だからだよ。午後のね、3時ぐらいから、こっちルートになるんだよね。新宿とか渋谷とかの上を抜けてって羽田に来るとこめちゃくちゃ飛んでるよ、そうか、うん、確かに見るか。なんか慣れちゃっただけか。昔やっぱ飛行機見つけてもテンション上がっちゃうんだ。俺も気づいたことあるのよ、うん、家に帰ってた時に、飛行機の音が聞こえるよ。そうね、田舎だから、ふーって飛行機の音が聞こえるから飛行機って言うんだけど、都会だと聞こえないから見ない。飛行機でこうやって見てたもんな、なんか100個取ったら願いかなって。そうなかった、そんなの。こうやっ てえ、この中に飛行機を。あ、俺はこうだったけどね、子供の頃。100個入れると願いかな。何です？え、飛行機を入れるの。え、ヘリコプターの時はこっち。何で知ったんですか。何のやつ。いや、みんなやってる。みんなやってたよ。実際みんなやってた。地元のあるある、あるあるっていうか。え、俺はこうやってたけど。よっしゃっつって。よっしゃ、88なんか結構取れたの。黄色ナンバー100個みたいな願い叶うとか。当時は軽自動車とか知らなかったからさ。やってたよ。で、緑になったらリセットされちゃうみたいな。めちゃくちゃやった、これ。なんか手叩いて。あ、そう。
手叩いてそう。多摩地区だけかな。手叩いてこうやって。だから多摩地区もしかしたら飛行機めっちゃ飛んでたんじゃない。もしかしたら。そうなの、ね。基地があるから。うん、やってないんだ。2個見ることがもう。2個並んで飛んでてさ、いやあったって2個2個並んでてさ1個収めらんない1個ずつ入れなきゃいけないか、今の子供たちやってねえのかなそれ1回に1個聞きたいな売れちゃえばいいじゃん、ダメダメダメ、1個ずつ1個聞きたいな、今の子供たちやってんのか、知らないな、知らない、はい、北海道飛行機飛んでないのかもね、だからね、はい、じゃあ僕の1位はこちらです、雫と優子と杉村が、3人とも元気におはようと挨拶するシーンですね、まあ、言ったら三角関係なんですけど、はい、それがねお互い分かって、まあ、気まずくなりそうなもんなんですけどね、やっぱいいですよね、カラッとしてて、うん、恥ずかしながらもみんな3人ともおはようっつって ね、うん、顔を隠しながら可愛らしいですね、これはすぐね、他に好きな子できるでしょ、優子も、まあ、ドロドロしない感じがいいですよね、うん、この漫画のすぐ他に好きになっちゃうから、女の子一社が結婚してますからね、え優子と杉村、はい、そうだろいや、なんでね、聞きたくなかったの、たくよ、優子もすげえ、優子誰がやってんの、ね、うわ、忘れちゃったな、優子さん、内田理央さん、内田理央、ダリオちゃんね、で杉村はあの山田優子、ダリオが友達なんだ、ダリオそんな好きじゃないんで、なんでそんなこと言うんだよダリオ可愛いだろうと考えても全然可愛くありません、可愛いですけどね、全然可愛くありません、不思議っ子みたいな雰囲気出してくるのがすごい嫌いでした、知らない、同級生でやってたよ俺一時期、なんか番組みたいな、うん、嫌いだった、僕がいいよ私はこいつね、しずくとね、あの塩が、あ、違う、しずくはいないわ、塩と浩二が話してて、うん、で、その浩二は浩二ですごい元気な子が店に来たよって言って、ね、うん、で誰かみたいなっていう時にしずくが走り抜けるんですよね、しずくが塩と浩二が話してる後ろをピューって走り去るしね、ピューって走り去る時はね、あられちゃんの走り方で走ってるんですよねキーンな走り方で、それが良かったですね、やっぱね、こうやって走るんだっていうね、手広げて走る人あんまいないですけどねまあでも女の子走り方独特だから、みんないろんな走り方のやついるから確かにね、うん、なんでそうなっちゃうんだろうな、やっぱ、いや、わかる、そのだからやっぱドラマ見てるとやっぱこの走り方かって思っちゃうもんね、あれ女の人が走るときね、うん、あ、このパターンの走り方ねっていう、でそう考えるとさ、まあね、男ってさ結構みんなちゃんと走ってるよね、うーん、走り方変だなってやつあんまいなくない、まあね、そのドラマとかで走る機会が多いんだろうのかね、うん、男の方が、女性の走ってるのはもう3パターンぐらいあるもんね、 あ、この走り方のやついるわ、キンプリのあの平野君、教場の時のさ、教場で高橋海人君、あ、海人君じゃない、教場？キムタクのあれ、キムプリのもう一人の人何でしたっけ？永瀬廉。あ、永瀬廉君。廉君の走り方ちょっと変でした。変だった？ちょっと何を走るでしょ。あ、そう。あんまりイメージないけどね。で、小田裕二とか走り方かっこいいもんね。なんかね。走らせたいよね。もう走らせたい、かっこいいんだよね、走り方が、世界陸上好きだからね、なんか速そうではないけど、すごいなんかワイルドっていうか、なんかストライドが長いのかな、もう一生懸命走ってる感じするもんね、めちゃくちゃあれいいよね、うん、で鈴木保奈美じゃない、一番やっぱ走り方綺麗な、いいかもね、ただ鈴木保奈美こういう走り方なんだよな何なんだろうね、いや、まあ走り方はどうでもいいんですよまあね、じゃあ可愛らしいシーンランキングですね、はい、まあ、こんな感じでした、さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ、一生死の運び人として生きなきゃいけないの、そんなの嫌だ、あ、待って聖司、行かないで聖司、聖司、聖司、夢、いつまで寝とんねん、ジュニア、いや、千原聖司、どうもありがとうございました。